NGC4414 は、髪の毛座にある典型的な渦巻き銀河。直径約5万5000光年。地球からの距離はおよそ6000万光年の彼方にある。銀河は、恒星やコンパクト性、ガス状の生間物質や、宇宙人、そして重要な働きをするが正体が詳しくわかっていない暗黒物質などが重力によって拘束された巨大な天体である。 ギャラクシーは、ギリシア語でミルクを意味する、ゲイラ、ガンマラムダから派生した、ゴラクシース、ガンマアルファーラムダアルファークサイアルファーを語源とする。英語で天の川を指す、ミルキーウェイは、ラテン語、ビアラクティアの翻訳尺用であるが、このラテン語もギリシア語の、ゴラクシースククロス、ガンマアルファーラムダアルファークサイアルファーカッパ、カッパラムダから来ている。 1000万程度の星々で成り立つ矮小銀河から100兆個の星々を持つ巨大なものまであり、これら星々は恒星系星団などを作り、その間には星間物質や宇宙人が集まる雲、星間群も宇宙船が満ちており、質量の約90%を暗黒物質が占めるものがほとんどである。観測結果によれば、すべてではなくともほとんどの銀河の中心には、 超大質量、ブラックホールが存在すると考えられている。これは、いくつかの銀河で見つかる活動銀河の根源的な動力と考えられ、銀河系も、この一例に当たると思われる。歴史上、その具体的な形状をもとに分類され、視覚的な形態論をもって考察されてきたが、一般的な形態は、楕円形の光の輪郭を持つ楕円銀河である、2から1。 他に、渦巻き銀河や不規則銀河等に分類される。近接する銀河の間に働く。相互作用は、時に星形成を盛んに誘発しながら、スターバースト銀河へと発達し、最終的に合体する場合もある。特定の構造を持たない、小規模な銀河は不規則銀河に分類される。 観測可能な宇宙の範囲だけでも2000億個の銀河が存在すると考えられていたが、2016年の研究では少なくとも2兆個は存在するという推定結果が報告されている。大部分の直径は1000から10万パーセクであり、中には数百万パーセクにもなるような巨大なものもある。銀河間空間は1立方メートルあたり、 平均1個未満の原子が存在するに過ぎない非常に希薄なガス領域である。ほとんどは階層的な集団を形成し、これらは銀河団やさらに多くが集まった超銀河団として知られている。さらに大規模な構造では銀河団は超空洞と呼ばれる銀河が存在しない領域を取り囲む銀河フィラメントを形成する。英語ギャラクシーは本来は 太陽系が所属する銀河系を指すギリシア語のゴラクシーズ、またはククロスゴレイクティコスから派生したもので、空に広がる父の輪を意味する。ギリシア神話では、神ゼウスが死の運命を持つ人間の女性に生ませた幼子、ヘイラクレースを不死にしようと眠るヘーラーの胸に置いた。子供はほとばしる母乳を飲み、不死となった。しかしヘーラーは目覚め、 見知らぬ幼児が父を飲んでいることに気づき、突き放した。すると、彼女の母乳が夜空に吹き出し、ミルキーウェイの名で知られる、柔らかな光の帯となった。天文学における表記では、大文字で始まる単語、ギャラクシーは、私たちの銀河系を指し、他の無数にあるものと区別している。ウィリアム・ハーシェルが1786年に、星雲目録をまとめた際、 例えば M31 などにスパイラルネビュラという表現を用いた。これらが後に星々が集まった巨大な塊だということが分かり、本来の距離が判明するとアイランド・ウナバーセスは存在すべてを包括する言葉であったため、島空という表現はスタレ、代わりにギャラクシーという語が使われるようになった。日本語の銀河は中国語の銀河を由来とし、 これは、天の川の見た目の色をもとに名付けられている。ハップル分類による銀河のタイプ分け。E は、楕円銀河の種類。S は、渦巻き銀河の種類を指す。SB は、棒渦巻き銀河である。表の左側は、早期型、右側は、板期型とも呼ばれる。主に楕円型。 渦巻き型、レンズ状を含む不定形がある。ハップル分類はこれをより包括的に記述した分類である。しかし、あくまで外観上の特徴を捉えた考察であるため、スターバースト銀河のように星形成の程度や、活動銀河のような活発な中心部を持つものなど、各々の,の重要な特性を反映していないという指摘もある。詳細は、 楕円銀河を参照発布ル分類では、扁平率により、深縁に近い e い例から、高扁平率の e い7までの区分がある。四角による見かけの形状ではなく、川そのものがどの程度の楕円体であるかで評価される。内部には何らかの構造がほとんど見られず、一般には比較的小さな生還物質で構成されている。したがって、この種のものは、 三回星団の加減に含まれ、星形成が活発ではない。そして、多くは古く、寿命を経た星が、任意の方角にある重心を回っている状態にある。このような特徴は、よりはるかに小さな球状星団と似通った部分がある。銀河として知られている最大のものは、大円銀河で、衝突や合体などの銀河同士の相互作用により、形成されたと考えられ。 しばしば大規模な銀河団の中心近くで発見され、渦巻き銀河などと比較すると大きさにかなりの開きがある。例えば、天の川銀河と M87 の各銀河中心部にあるブラックホールの質量は天の川銀河で太陽質量の400万倍、M87 では太陽質量の30億倍以上である。M87 は 現在でも1000以上の友銀河を引き連れている。このような銀河団の中心に存在する巨大な楕円銀河は CD 銀河へ分類される。楕円銀河へ成長する過程の一つと捉えることができるのがスターバースト銀河である。小持ち銀河。渦巻銀河の構造が解かれている例。詳細は、 渦巻き金河及び棒渦巻き金河を参照薄い円盤状の回転する星々や星間物質で構成され、通常は中心部に近くなるほど古い星が多くなる。そして中央の銀河バルジから比較的明るい渦巻き腕状の構造が伸びている。ハップル分類では S で示され、小文字で腕の粗密やバルジの規模を表し、さや SC 等と表記される。 その他、羊毛状渦巻き銀河や、グランドデザイン渦巻き銀河などもある。腕は一様に回転する星の相互作用から、対数螺旋に近似した形状を持つ。星々と同様に、腕はバルジを中心に回転し、その角速度は一定である。この渦巻く腕は高密度の物質が集まる領域、もしくは密度波と考えられている。 星がこの腕の領域に入ると恒星系の宇宙速度が影響を受け、腕部分を抜けると元に戻る。これは自動車が道路で渋滞にはまると速度が落ち、抜けると速くなる現象と告示している。そしてこの高密度な状態が星形成を促進するため腕は輝いて見える。つまりは腕部分には若い星が多く存在する。NGC1300 棒渦巻き銀河の例大多数はバルジから両方向に伸びる直線的な棒状の星の帯を持ち渦巻き構造と接続している。ハップル分類では SB で表し小文字は渦巻き銀河と同様に腕の粗密を表す。この棒構造はバルジ部分や他の銀河から寄せられた銀河調整積力による 密度波によって作られた一時的なものと考えられている。また多くの棒渦巻き銀河は棒構造に沿ってガスがバルジに流れ込むため活動的である。天の川銀河は直径約3万パーセク、厚さ約1000パーセクの棒渦巻き銀河である。約2000億の星があり、全重量は 太陽の6000億倍である。ホーグ、S オブジェクト、リング銀河の例。NGC5866、レンズ上銀河の例。他の銀河との相互作用によって変わった特性を持つ異形の銀河がある。リング銀河は比較的小さな銀河が渦巻銀河の中心部を通過することで生じると考えられている。このような衝突は、 赤外線分析の結果から多重感構造が見つかったアンドロメダ銀河でも起こったと考えられている。楕円銀河と渦巻き銀河双方の特徴を有する中間型のレンズ状銀河はハップル分類では S 例で示され不明瞭な渦巻き状の腕がありながら楕円形状の銀河波浪を持つ。ガスの量に乏しく星形成は盛んではないと考えられている。 これ以外に、形態論上容易に分類できないものも多く、これらは一括して、不規則銀河と呼ばれ、何らかの構造を持つが、ハップル分類には当てはめられない種類は、イアイ、構造を持たない種類は、イアツ2と識別される。ガス成分が多く、星形成は活発だと考えられている。詳細は、Y 小銀河を参照大きな楕円、渦巻き銀河が目立つが、宇宙のほとんどの銀河は、 規模が小さく、これらは矮小銀河といい、天の川銀河の100分の1程度にあたる数十億個の星を持つに止まる。近年では、差し渡しが100%パーセク程度の非常に小さな矮小銀河が発見されている。多くの矮小銀河は大きな銀河を周回していると考えられる。天の川銀河は少なくとも1ダースの矮小銀河を伴っており、 未発見のものを含めれば300から500個程度があるものと思われる。Y 小楕円銀河、Y 小渦巻銀河、不規則銀河といったものに区分される。Y 小楕円銀河の形状は大きな楕円銀河とかけ離れているため、Y 小楕円体銀河とも呼ばれる。天の川銀河周辺にある27個を調査した結果によると、 星の総数は高々数百万であるのに対して、その中心部の質量は太陽質量のおよそ一千万倍であることが分かった。これは銀河質量において暗黒物質が占める割合の高さを示し、また規模の加減から暖かい暗黒物質によって起こされる重力結合の限界を知ることができる可能性も示唆された。詳細は相互作用銀河を 三章触角銀河は衝突を経て結果的に合体した銀河である。集団の中にある銀河はその直径と比べるとお互いの距離が近い。そのため銀河間には相互作用が頻繁に働き銀河に変化を与える重要な役割を果たす。銀河同士が接近すると銀河調積力によって歪みや曲がりが生じ、さらには ガスやゴミを交換させるようになる。二つの銀河が互いに近づく際、通り抜けるに十分な相対的速度を持つ場合には、合体ではなく、衝突が生じる。しかし、この過程で、中の星々がぶつかり合うことは稀で、一般的には、やがて二つの銀河は通り過ぎてゆく。しかしガスやゴミには、合体が起こる。これが、生還物質をかき混ぜ、 圧縮させると爆発的な星形成につながる。衝突は坊や感、または尾っぽのような構造を銀河にもたらす。相互作用の極端な例は銀河の合体である。これは接近速度が遅く徐々に重なり合いながら単一の大きな銀河へ成長する。その形は合体前と大きく変貌する場合がある。ただし大きさが極端に違う場合は、 銀河の共食いと呼ばれ、小さな銀河は型を崩し、大きな銀河には比較的変化が生じない。天の川銀河は現在いて、ザワイショウダエン銀河とオーインヌザワイショウ銀河を捕食しつつある。M82 は典型的なスターバースト銀河。星の生成率は通常の10倍に達する。中心部から上下に広がる。 赤い放射は電離した水素ガスである。詳細は、スターバースト銀河を、参照構成は、銀河内の巨大な分子雲で作られる冷たいガスから、生成される。いくつかの銀河において、この星生成が、例外的に活発な現象が発見され、これらは、スターバースト銀河と呼ばれる。そこでは、銀河によっては、通常の一ゼロゼロゼロ倍規模の星が、生まれ、 この過程で発せられる強い赤外線を観測できるものを超高高度赤外線銀河という。しかしながら、このような状態が続くと銀河内のガスが急激に消費されるため、スターバースト状態は銀河の寿命から考えれば非常に短い1000万年程度しか持続しないと考えられている。初期の宇宙ではこの形態が一般的だったと推定され、 現在でもすべての構成生成の15%を占めている。ゴミやガスが豊富で、大質量の星々が電離した雲で囲まれた非領域を持つ。これらの大質量性が起こす、超新星爆発が超新星残骸を撒き散らし、周囲のガスなどに強い作用を与える。そして、ガス領域の至るところで新しい星の生成を連鎖、反応的に起こす。これは、 利用可能なガスのほとんどが消費されるか広く分散してしまうまで続く。しばしば相互作用銀河と関係する。この一つの例が M82 であり、近接するより大きな銀河 M81 からの影響を受けている。不規則銀河の存在は宇宙におけるスターバースト活動の高まりを示している場合がある。詳細は活動銀河を参照電波を放つ。 大円銀河 M87 の中心部から放たれる放射。観察された銀河の中には非常に活動的な種類のものがある。すなわち銀河から放出されるエネルギーの大部分が干し上がず、生漢物質とは異なる部分を元にしている。これらは活動銀河と呼ばれる。このエネルギー発生源は銀河中心に存在する超大質量。 ブラックホール周囲に形成された光着円盤である活動銀河中心核の放射現象は光着円盤の物質がブラックホールに落ち込む際の銀河潮積力に由来するこの物質のうち約10%程度が中心部から双方向に一組の宇宙ジェットとなり高速に近い速度で噴出していくただし このメカニズムははっきりと判明していない。高エネルギーの放射線を発するものがあり、X 線が検知される種類は高度によって、セーァート銀河やクエーサーと呼ばれ、特に宇宙ジェットが地球の方向へ放たれている種類のものは、ブレーザーと呼び、あらゆる周波数の電波を放出する銀河は、電波銀河と呼ばれる。これらは観察者の視覚に基づいた活動銀河の分類である。 スターバースト銀河と同様に低電離中心核気線領域との関連が指摘される。ライナータイプの銀河から放たれる放射は弱くイオン化された物質である。近隣に存在する銀河のうちおよそ3分の1はライナータイプの中心部を持っていると考えられている。詳細は銀河の形成と進化を参照構造及び進化に関する研究は どのようにして生まれ、そして宇宙の歴史においてどのように変化していったのかという疑問を明らかにしようとする研究である。この分野における様々な理論は広く受け入れられているが、特に天体物理学の中で活発な研究が行われている分野でもある。ヨーロッパ南天天問題のエルカウサーダによる若い銀河の創造図現代初期の宇宙形成モデルは ビッグバン理論に基づいており、ビッグバン発生から約30万年後、ビッグバン原子核合成と言われる現象により、水素とヘリウムの原子核が合成され、さらに自由電子を取り込む、再結合を経て元素が形成されたとされる。この時点でのほとんどの水素は、イオン化されていないため、光子の運動に干渉しなかったため、まだ星は形成されず、宇宙は、 暗黒時代と呼ばれる時期にあった。この状態に変化を与えたものが原始的物質の密度の変動で、これにより冷たい暗黒物質の銀河波浪の中でバリオンの凝集が開始された。このように初歩段階では暗黒物質が先に凝集を始め、そこにガスが集まった構造物が現在の銀河となったと考えられている。2006年、 赤型変異の度合いが非常に高い銀河 IOK1、OK、が発見されたが、変異量6.96はビッグバン後7億5000万年に相当し、これは確認された最古の銀河の一つと考えられている。他にも A1835IR1916 のような高い赤型変異の銀河発見もあり、IOK1、OK、が示す時代とその構造は信頼されるものとなった。 これら初期の原始銀河は宇宙がいわゆる暗黒時代にあった頃から成長を続けていたと考えられている。今のところこの初期銀河の詳細な形成過程は判明しておらず、天文学上の大きな未解決問題の一つである。提案されている理論には大きく分けてトップダウンモデルとボトムアップモデルがある。トップダウンモデルとは エデン・リンデン・ベル・サンデージモデルのように、宇宙開拓から1億年経過頃に大規模なガスの収縮が起こり、それが分裂しながら超銀河団が形成されたという考えである。ボトムアップモデルは、サーレズ・インモデルのように、最初は銀河系質量の100分の1程度に相当する、比較的小規模なガスの塊が生じ、そこから生じた、球状星団の集まりがだんだんと集まりながら、 大きな銀河を形成するようになったというものである。しかし、初期銀河の観測実績は、ほとんどなく、銀河誕生モデルは、謎のままである。しかし21世紀に入り、星を構成する元素のほとんどが水素とヘリウムからなるものが発見され始め、これらが宇宙初期の第一世代天体ではないか、推察されている。またこのような発見からシミュレーションによる銀河と星の、 形成が明らかにされつつある。銀河の先駆体が収縮を始めた後、その中に種族3の構成による銀河波浪が現れるようになる。ほとんどが水素とヘリウムからなるこれらの星は一様に巨大で比較的早く超新星爆発を起こし金属を生肝物質に撒いたと考えられる。また、巨大な星々からの強い副射によって、 周囲の水素元素はで演理され、法上に広がったと考えられている。左下のアイスウィッキー18は、新しく形成された銀河とみなされる。宇宙開拓から10億年の間に、鍵となる銀河バルジが現れるようになる。中でも、超大質量、ブラックホールの発生は、総物質量に制限を加えることで銀河の進化を、促す重要な役割を果たした。 この初期の頃、銀河では盛んに星が形成される。次の20億年にかけて蓄積された物質は銀河円盤を形成するようになる。銀河は一生を通じて星間雲や矮小銀河との合体を通じて物質を吸収し続ける。この物質はほとんどが水素やヘリウムだが、構成の誕生と死が繰り返されるうちに、重本素が増えてゆき、 その中に惑星を持つようになる。銀河の発展は相互作用と衝突が大きな影響を与えた。初期宇宙では銀河の合体は一般的な出来事であった。そしてそれらは形態論から外れた形ばかりだった。恒星同士程度の距離があれば銀河衝突による惑星系への影響はほとんどない。 しかしながら、渦巻き銀河の腕を取りまとめる星間ガスや宇宙人などの重力が剥がされると、触覚のような長い腕が伸びた状態になる。例として、NGC4676 や触覚銀河が知られる。この相互作用は天の川銀河にも働いており、近傍のアンドロメダ銀河と秒速約120から 130km で近づき合っている。 そして50から60億年後には衝突する可能性が指摘されている。この衝突において活発な星形成が行われた後、二つの銀河は一度通り過ぎると考えられているが、その際に太陽系がアンドロメダ銀河側に移されてしまう可能性も3%程度ある。そして再び近づき、最終的には一つの大円銀河になると考えられている。過去にも 天の川銀河は小型の銀河と何度も衝突しており、その証拠は次々と見出されている。このような大規模な相互作用が起こることは稀である。時間が経過するとともに、同規模の銀河が衝突する事例は少なくなる。ほとんどの明るい銀河では、頻繁に衝突が発生した時期は、約100億年前であり、過去数10億年間にわたり抱える星の総数は、 大きく変化していないと考えられている。大震動宇宙を調査すると銀河同士が近く結合した様子が高い頻度で見つかる。最近の10億年では同規模の銀河と優位な影響を及ぼし合わない孤立した銀河は比較的少なく観測からはわずか5%程度しか見つかっていない。これらも過去には合体を経験していたり小さな共銀河を持っている。 可能性はある。孤立銀河は、他銀河との相互作用で、ガスが取り去られることがないため、標準的な銀河よりも星形成の割合が高い、セーファートの6つ5銀河。コンパクト銀河群の例。挙手的には、ハップルの法則で明らかになった、通り宇宙は膨張しており、それに引きずられて、個々の銀河の感覚は、 基本的に広がっていると考えられている。しかし局地的には銀河相互に働く引力によって拡張に逆らっている。この銀河の群衆は暗黒物質の集まりが銀河を引きつけて宇宙の初期には形成されていた。そして群衆はさらに集まり大きな集団を形成するようになった。この集合が進展する過程でガスもまた集まり、 銀河内部の熱量を高め30から100メガケルビンにまで達する。このような集まりの質量のうち70から80%を暗黒物質を占め10から30%が熱いガスであり銀河を構成する物質は残りのわずか数パーセントでしかない。宇宙のほとんどの銀河は他の多くの銀河から重力の影響を受けている。 その形は3から50個ほどの銀河が集まった銀河群と呼ばれる小規模な集団に始まりフラクタル上の階層的段階の集団を構成する200枚光年程度の狭い領域にまとまった銀河群はコンパクト銀河群と呼ばれる最も一般的な集団は50から1000個ほどの銀河が集まった銀河団であり宇宙そして銀河中のバリオン物質が作る主要な 構造である。このような状態を維持するために、銀河群はビリアル定理で示されるように飛び出さない程度の速度を保ち、重力でつながっていなければならない。その一方で運動エネルギーに欠けていると、やがて合体し、ブライテストクラスターギャラクシーが時とともに、超積力で周囲の銀河を破壊し、取り込むように単一の巨大な大円銀河に組み込まれやすい。 超銀河団とは、個別なり集団なりの万単位の銀河を含む、直径1億光年にも達する銀河の集まり。そしてこれらは、広大な薄膜と繊維が空撃を包むような宇宙の大規模構造を作り上げる。この規模からの視点をもって、銀河分布は、東方性と均質性があるものとみなせる。 天の川銀河は極部銀河群と呼ばれる約1メガパーセクの領域で集団を形成する銀河の集団に属す。アンドロメダ銀河は天の川銀河と並ぶ大きさを持ち、その他は矮小銀河である。この極部銀河群そのものは雲状の乙女座銀河団の一員であり、さらに大きな視点から見るとこれさえ乙女座超銀河団に含まれる。そしてこの超銀河団も 他の銀河団と共に、ケンタウルス座の方向にある、クレートアトラクターに引き付けられている。現在、星形成が、盛んに行われる場所は、おしなべて小さく、冷たいガスがあまり消耗されていない銀河である。天の川銀河のような渦巻き銀河では、星間に漂う水素の分子雲が密集するような、場所でしか、新しい恒星は生まれない。 楕円銀河のガスはほとんど消費されているため、新しい星が生み出されることはほとんどない。星形成の材料は有限であり、構成が水素を重い元素に構成し続ければ、やがて尽きて新たな星は誕生できなくなると考えられている。千億年ほどが経過すると、天の川銀河などは乙女座銀河団の核銀河と合体し、 超巨大楕円銀河にまとまってしまうと考えられている。そして、それまでに宇宙の膨張は続き、他の銀河は見かけ上、高速を超える速度で遠ざかるため観測できなくなってしまう。星の時代が衰えを見せ、小さくより寿命が長い赤色矮星ばかりが銀河系の中心要素となり、もはや恒星が誕生しなくなるのは10兆から100兆年後と見られている。 そして星の時代末期は、コンパクト性、褐色矮星、より冷えた状態の白色矮星や黒色矮星、中性死亡し、そして、ブラックホールによって銀河が作られている状態となり、見かけの色も暗い赤色を経てやがて輝きを失う。最終的に重力の緩和時間を過ぎれば、すべての星は、超大質量、ブラックホールに飲み込まれるか、あるいは衝突を繰り返して、 銀河間空間に放り出されるかの結果が待っている。なお、ダークエネルギーが異なる未来図を描く可能性もある。宇宙を膨張させる謎の力とされるダークエネルギーが将来増加すれば、銀河はまとまるよりも早く加速度的な膨張の中で膨れ上がり、やがて引き裂かれることも考えられている。このシナリオは、ビッグリップと呼ばれる宇宙の終焉像の1位。 現象である。銀河系の銀河各詳細は、銀河系を参照ギリシア哲学者でモクリトスは、天の川と呼ばれる光の帯は遠くにある星だと述べた。それに対しアリストテレスは、巨大で数多く互いに近接した星々が発する、灼熱の国旗が発火することで、天の川が輝いていると、そしてこの発火は、 天の運動と連動している領域である大気の上部で起こっていると考えた。ネオプラトニズムのオリンピオドロスは天の川が大地と月の間で起こる現象ならば時期と場所によって異なる様相を見せるはずであり、また離れた場所から観察すれば死者が確認できるはずだが、そのようなことはないとアリストテレスの説を批判した。彼は天の川は天にあるとみなし、 この考えは、イスラム世界へ影響を与えた。イスラムの天文学では、イブンアルハイサムが初めて天の川の視者観測に挑み、優位な結果を得られなかったことから、これは地球から非常に遠くにあり、大気中の現象ではないと断定できると考えた。ペルシア人のアブー・ライハーン・アルビールーニーは天の川を、星雲状の星が無数の破片となり、集まったものであるという見解を示した。 アンダルスのイブン・バーチャは、天の川が互いに接触するほど近接した星々で構成され、大気上の屈折効果で繋がったように見えるという説を述べ、その証拠として木星と火星の合わせを観測した結果を示した。シリア生まれのイブンカイイム・ワルジャウズイーは、天の川を休憩に固められた無数の小さな星であると説明した。天の川が無数の星で成り立っていることは、 1610年にガリレオ・ガリレイが光学望遠鏡を用いて研究し証明された。1750年、トーマス・ライトは著作宇宙の心理論進化説にて天の川を太陽系を非常に大規模にしたような数多い星が重力で引き合いながら寄せ集まった状態の回転体だと考えた。そして天の川が空にかかる帯状である理由は 円盤の内側から見ているためだと述べた。1785年に、ウィリアム・ハーシェルが提唱した天の川銀河の形。無数の星で形成され、太陽はほぼ中心にあると仮定された。最初に、天の川銀河の形状と太陽の位置を記述する、試みは、1785年に、ウィリアム・ハーシェルによって行われた。彼は、天空の星を丁寧に数え、 太陽系がほぼ中心に位置する銀河系の図を作成した。ただしこれは全ての星が放つ間の明るさは一定という前提に立っていた。1920年にはヤコブス・カプタインが考察の末、中心近くに太陽を持つ直径約15キロパーセクという小さな大円銀河系図を作成した。ハーロー・シャプレイは球状星団の一覧を基礎にする手法から、 根本的に異なる太陽が中心から離れた約7 0キロパーセクの平凡な円盤状銀河の図にたどり着いた。これらの考察は銀河平面に存在する宇宙人による急行を考慮していなかったが、1930年になってロバート・トランプラーが三回星団の研究を通じて急行の度合いを測り、 現在考えられている直径約10万光年の銀河系の姿を描き出した。ウィリアム・パーソンズが1845年に描いた M51 のスケッチ。これは現在小持ち銀河として知られる。10世紀イスラムの天文学者アブドアル・ラフマン・アル・スーフィーはアンドロメダ銀河について最古の記録の一つを残し、これを小さな雲と記した。 彼はまた、イエメンで観察した大マゼラン雲の識別も言った。これは、ヨーロッパからは見えず、16世紀にフェルディナンド・マゼランが航海中に観測するまで知られて、いなかった。1750年に、天の川が円盤状の星の集まりという説を述べた、トーマス・ライトは、また夜空に見られる星雲の中には、同じような形状を持つものがある可能性を示唆した。 イマヌエル・カントは1755年の論文でアンドロメダが孤立した天体だと述べたが太陽系になる前のガス円盤という考察に止まった。18世紀末にはシャルル・メシエがメシエカタログを完成させた。この中には109個の明るい星雲状天体が含まれ、後にウィリアム・ハーシェルによって5000個の星雲リストまで拡張された。 1845年、ウィリアム・パーソンズが制作した新しい望遠鏡によって、楕円状と渦巻状の星雲を見分けることが可能になった。さらに彼はいくつかの星雲について、個々の光源を見分け、イマヌエル・カントがかつて主張した説の裏付けを行った。1912年には、ベストスライファーが明るい星雲について、文工法を用いた解析を行い、 その成分が太陽系に存在する化学物質か否かを調べた。ところが、これらは大きく赤型偏移していることが判明し、銀河系の宇宙速度よりも早く遠ざかっていることが判明した。従って、これらの成分は銀河系の重力場に捉えられておらず、その一部とは言い難いことが示された。 1899年に撮影されたアンドロメダ大星雲の写真。後に、この星雲は銀河であることが判明した。1917年、ヒーバー・ダウスト・カーチスがアンドロメダ大星雲の中に新星を発見した。さらに写真記録をたどり、新たに11個の新星が見つかった。彼は、 これら新星が銀河系内で発生するものよりも平均10等級校が弱いことに着目し、その距離が約15万パーセク離れていると弾き出した。彼は渦巻状の星雲は独立した銀河であると考える、いわゆる島宇宙仮説の提唱者となった1920年、ハーロー・シャプレーとヒーバーダウスト・カーチスの間で、天の川 この問題は1920年代初頭に決着を見た。1922年、天文学者のエルンスト・エピックは、アンドロメダ星雲までの距離を理論的に求め、銀河系外の天体であると主張した。エドウィン・ハップルは、ウィルソン山天文台に据えられた、心臓の100インチ望遠鏡を用いて、渦巻き状の星雲中の星々や、ケフェード変更性を観察し、その距離を求めた。 その結果、これらが銀河系の領域をはるかに超える遠い場所にあることを突き止めた。1926年ハップルは銀河の分類を発表した。銀河の回転曲線問題を示すグラフ。横軸は中心からの距離、縦軸はその位置にある星の速度。理論的にはの関係が予測されたが、観測結果はを示した。1944年。 ヘンドリック・ファンデ、フルスとは、構星感にある原子状水素ガスが放つマイクロ波で、ある21センチメートル線の存在を予言した。これは、1951年に観測された。この放射線は、宇宙人による吸収の影響を受けないため、ドップラー効果を測れば、銀河内におけるそれぞれの運動位置を確定できるため、天の川銀河の研究に役立った。 この観測によって、天の川銀河にも、棒渦巻き銀河のような構造があるかもしれないという仮説が提唱された。1970年代、ベラルービンの研究から銀河の回転曲線問題が提唱された。銀河中の星からガスまでの死人可能な物質の総量が、 これら物質の回転速度から考えられている値に足りていないというものである。この辻褄を合わせるため、巨大な質量を持ちながら不可視の暗黒物質が存在すると説明された。最も遠くにある銀河の一つドフィーマイナス381355391990年初頭、ハップル宇宙望遠鏡が天体観察能力を格段に進歩させた。 その成果の一つに、もし、天の川銀河が暗黒物質を失えば、本質的には、微小に過ぎない星々だけでは維持できないということが確認された。また、ハップルディープフィールドと呼ばれる夜空の星がない部分へ、長時間露光することで捉えられる領域を撮影した、結果から、宇宙には約1250億個の銀河がある証拠が見つかった。 人間が視認できない電磁スペクトルを検知する電波望遠鏡や赤外線カメラ、または X 線望遠鏡などの技術開発は、ハップル宇宙望遠鏡では撮影不能な観測を実現した。特に銀河面吸収体と呼ばれる天の川によって視認できない領域の先を調査可能とし、数多い銀河の発見に至った。紫外線で観察したアンドロメダ銀河、 若い大質量星の放射が青く見られる。天の川銀河の外にも銀河が存在することが判明してから初期の段階ではもっぱら可視光線の観察が行われた。ほとんどの星は可視光線領域に放射の最高点があり、銀河の観察においても可視光天文学の主要な対象となる。また、イオン化された非領域や宇宙人が作る腕の観察などでは、 スペクトル分析が用いられる。1970年代からは CCD が導入され、好感度の検出が可能になった。しかし、生還物質中に存在する宇宙人は可視光線で把握しづらい。そこで赤外線を観察する手法が用いられる。これは巨大分子雲や銀河中心の観察にも有効である。 また、赤型変異を起こしている宇宙の初期段階に形成された銀河の観察にも使われる。赤外線は大気中の水蒸気や二酸化炭素に吸収されやすいため、観測には高知の天文台や宇宙望遠鏡が使われる。最初の東光線による銀河観測は活動銀河を対象に電波が用いられた。 5kHz から 30GHz の間の電波は大気の干渉をほとんど受けず透過する。大きな電波干渉系は活動銀河が銀河バルジから放つ宇宙ジェットを捉えることができる。また、電波望遠鏡は初級中に存在し、後に銀河形成の材料となった4化されていない水素が崩壊時に放つ 21cm 線の観察を可能とする。 このような分野は電波天文学と呼ばれる。紫外線天文学や X 線天文学は非常に詳しい銀河の現象を観察できる。遠い銀河で星の物質が強い潮積力によってブラックホールに引きずり込まれる際、紫外線の発光が起こる。銀河団の中に漂う熱せられたガス成分は X 線によって観測可能である。 また、銀河中心に位置する、超大質量、ブラックホールの存在も、x 線天文学がもたらした成果の一つである。本客中は、出展、客中内で提示されている、出展を示している。ありがとうございます。